アイスタンダードの横山健さんと不倫が報じられたタレントのマギーさん。ですね、このテレビでは一切触れられていません。これは不思議です。一切触れられていません。ヒルナンデスにも出ています。一切触れられていません。ワイドなショーでも一切触れられていません。これなぜか、マギーさんの所属事務所はバーニング傘下のレプロエンターテインメントです。案の定テレビやスポーツ紙はこの話題をする。同じバンドマンでもベッキーと川谷さんの時とはえらい違いです。これワイドなショーで、袴田さんと元グラビアアイドルの不倫報道には散々触れておきながらマギーさんスルー。ワイドなショーといえば、元日スペシャル番組内で松本さんが大きい事務所のスキャンダルは扱えなかったりする、この違和感はテレビ業界の人たちもそろそろ気づいてほしいなど発言して話題になりました。それだけにネット上ではまっちゃんが何を言ってもテレビは変わらない、がっかりといった声が相次いでいます。川谷さんのファンも、横山さんと川谷さんは同じバンドマンなのにこの扱いの差は何、川谷さんはワイドショーからひどい扱いを受けて事務所まで辞めたのにと怒りを隠せない様子。そもそもフライデーにはマギーさんと横山さんのツーショット写真は掲載されておらず、事務所がすぐさま友人の一人と否定すれば収まったようにも思います。しかし報道から数日去っても双方からのコメントがないため記事の信憑性は増すばかり。ただですね、川谷絵音さんと横山健さんは同じバンドマンなんですけど、扱いは違うのは当たり前です。これはちょっと、横山健という人間と川谷絵音っていう人間は同じバンドマンでも違うんです。はい。それはちょっとそこは違うんです。まあまあそれは置いといて、所属事務所に守られ、報道がもう何もなかったかのように仕事をこなすマギーさんの方なんですよね、問題は。15日にも自身が宣伝役を務める男子プロバスケットボールリーグ、B リーグのオールスター戦の会場にいました。マギーさんは昨年タレントの安田美沙子さんと共にチームマネージャーというポストに就任。この日も各チームのマネージャーとして安田さんと2人でオールスター戦を盛り上げていました。しかし安田さんは昨年末に夫の不倫が報じられたばかり。そのためバスケファンも安田さんの横で笑えるマギーの神経すごい。安田はマギーと仕事するの嫌だろうな。とざわついています。自身のツイッターに、バリ雑言が寄せられ炎上状態となっているにもかかわらず、15日の本日 B リーグオールスターゲームマネージャーとさせて参加させてもらいました、選手の皆様お疲れ様でしたとツイートしていたマギーさん、所属事務所の力とその神経のずぶとさによって不倫疑惑はうやむやに終わってしまうのでしょうか。これはうやむやに終わります。絶対に終わります。マギーさんに関してちょっと嫌なんですけど、あのケンさん、ハイスタのケンさんに関してはこっちのがショックなんですよ。そのね、ショックなんですよね。どうにかこう、なんか言ってほしいです。僕は、ケンさんから、なんかこう、コメントがもらいたいんですよ。というふうに思ってます。マギーさんはまあ知りません。僕は知りません。ただ、テレビではこれは放送されない。テレビでは放送されない。だったらネットとかを使って、何かこう、皆さん記事とかにして、まあ動画配信とかでもして伝えていけたらいいなと思いました。